日本政府は4月13日、東京電力福島第一原子力発電所で増え続けるトリチウムなど放射性物質を含む処理水の処分方法について、国の基準の40分の1、WHO が示す飲料水の基準の7分の1に薄め、その上で太平洋へ放出する計画を承認しました。政府は東京電力に対し、2年後をめどに実行の準備を進めることや、風評被害への対策を徹底するよう求めています。この件に関し、IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長は、日本が選択した方法は技術的に実現可能であり、管理された上で放射性物質を含む水を海に放出することは世界の原子力発電所で日常的に行われているものだと強調し、日本の方針を歓迎すると表明しています。またアメリカ政府も世界基準に合致と表明。ブリンケン国務長官はツイッターで、日本の透明性ある取り組みに感謝すると表明しています。しかし多くの大手メディアが、日本が汚染水を放出とのタイトルで報道していることもあり、海外からは懸念の声も。2400万人の登録者数を誇る科学専門サイト ILF サイエンスも同様に汚染水との表記を見出しに使っているのですが、記事では処理前の水に多く含まれるセシウム137は除去が容易な点、オーストラリアの大学の教授の話として日本は正しい方法をとっている点、地域住人の年間被曝量は 0.8 マイクロシーベルトと想定され、バナナを毎週食べるよりも少ない点などを指摘しています。地元水産業が風評被害を危惧していることにも触れている。コメント欄では、多くの人が処理水と汚染水の違いを理解した上で、日本が行う海洋放出の安全性を確信するコメントを残していました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。